皆さんこんにちは。スポーツメンタルコーチの今並隆博です。この度私、YouTube チャンネルを開設することになりました。って言うから YouTube チャンネルのアカウント名は今並隆博のスポーツメンタル TV です。一発目の動画ということで、まず自己紹介をさせていただきたいと思います。生年月日は、1984年7月6日生まれの37歳です。出身地は福岡県北九州市です。はい、競技歴は、ちっちゃい頃から野球をやってて、小学校1年生の時にソフトボールを始めました。で、小学校1年生から6年生まで6年間ずっとソフトボールをやった後に、中学校の時に、公式のクラブチーム、ボーイズリーグの、小倉バディースというチームに入りました。小倉バディースでは、3年間で、3年生の時ですね、僕が3年生の時に、春の全国大会に出場、あと夏の全国大会にも出場しました。その後になるんですかね、中学校の、ボーイズリーグとか、シニアリーグとかポニーリーグとか、いろいろリーグがあるんですけど、全部の団体の1位を決めようっていう大会でジャイアンツカップっていうのがあるんですけど、そのジャイアンツカップに出場して、全国2位、決勝戦では負けてしまったんですけど全国2位という成績を収めることができました。あと個人的な話なんですけど、中学校の時には、ジャパン、日本代表としても選出していただきました。その後高校は、京都にある、平安高校、今の龍谷大平安高校ですね、僕らの時は、まだ平安高校という名前だったんですけど、平安高校に進学しました。そうですね、福岡県から、京都になるんですけど、親元を離れて、プロ野球選手になるために、野球の強いチーム、強い学校に行きたいという思いが強くて、京都の平安高校を選びました。平安高校では、2年生の時ですかね、2年生の時から僕レギュラーとして試合に出場することができまして、2年生の夏で初めて甲子園に出場しました。その2年生の時の甲子園では5番セカンドですね、5番でセカンドを守って、全国ベスト8、甲子園でベスト8っていう成績を残すことができました。3年生の時は春の甲子園に出場しまして、1回戦で浦和学院、浦和学院というと当時僕の一つ下の学年になるんですけど、須永英樹投手っていう、左ピッチャーなんですけど、すごくいいピッチャーがいたんですよね。彼がエースとして投げてきたんですけど、残念ながら僕ら平安高校は完敗しまして、7対1で敗れるという結果に終わりました。その後ですね、夏は残念ながら予選で京都の大会でベスト8というところで敗れてしまって、僕の高校生活は終わりました。本当は高校からプロ野球選手になりたくて、ドラフト指名をされるために頑張っていたんですけど、残念ながら当時の僕の高校生の時の今並隆博という選手はドラフト会議では指名されることがありませんでした。その後ですね、高校を卒業した後は明治大学に進学して野球をやりました。1年生で入学してすぐですかね、ありがたいことにベンチ入りをさせていただく機会をもらいまして、練習試合などには出場したことはあったんですけど、リーグ戦では1年生の時は出場することはありませんでした。その後いろいろと、怪我だったり、個人的に、寮生活だったり、大学の野球部の生活に馴染めなかったとか、いろいろ僕の問題などもありまして、空白の期間があるんですけど、この辺の僕のその明治大学の、
1年生、2年生、3年生、4年生、まあ、詳しくはまた別動画でお話をさせていただけたらなというふうに思うんですけど、4年生になってから、僕はレギュラーとして出場することができました。大学4年生の、春のリーグ戦で初めてレギュラーとして出場したリーグ戦ですね。ここで僕は、3割ちょっとですね、3割0分何厘かとかだったと思うんですけど、初めて3割超えをするという、まあ、規定打席に到達して、打率がシーズンの打率が3割超えるという、まあ、成績を収めることができました。まあ、ここですごくプロ野球選手というものをまあ僕は意識したんですけど、その後の秋のリーグ戦、秋のリーグ戦では3割6分1厘、3割6分1厘という成績を残すことができました。残念ながら東京六大学のリーグ戦の首位打者というのには正直届かなかったんですよね。最後僕が首位、3割6分1厘で、シーズン全ての日程を終えた後に最後に早慶戦というのが、東京六大学はあるんですけど、その最後の、試合で当時、慶応大学の岡崎選手という、まあ、キャッチャーの選手がいたんですけど、岡崎選手が最終打席で凡退をすれば僕が首位打者、岡崎選手がヒットを打てば岡崎選手が首位打者という状況の中、岡崎選手が見事レフト前ヒットを打って、首位打者を獲得したので、僕は残念ながら2位という成績に、最後は終わりました。大学4年生終わった後ですね、終わった後に大学4年生の時のドラフトですね、ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから7位指名を受けまして、北海道日本ハムファイターズに入団しました。でなんと、僕が北海道日本ファイターズに入団したのが2006年のドラフトで、2007年から選手としてプレーをするんですけど、高校時代ですね、高校時代僕が3年生の春、甲子園の1回戦で浦和学院に負けてしまったというお話を先ほどさせていただいたんですけど、この時のエースピッチャーが須永投手がなんと北海道日本ファイターズに先に入団をしていて、ここで同じチームになるという運命のようなものを感じましたね。北海道日本ファイターズに2006年のドラフトで指名されて、2007年から選手としてプレーするんですけど、2007年から2014年のシーズン開幕1週間後まで北海道日本ファイターズでプレーをしました。2014年のシーズン開幕して1週間後に、その後トレードという形で東京ヤクルトスワローズに移籍をして、東京ヤクルトスワローズで2017年までの4年間をプロ野球選手として活動した後に、2017年限りでプロ野球選手という仕事、現役を引退させていただきました。以上が僕の野球歴になります。釣りですね、釣り、もうほんと小学生の時から、小学校1年生とかもうそのくらいの時から釣りが大好きで、まあ、本当に福岡県のまあ北九州市というところはもう池だったり川だったりすごく多くて、本当に学校終わったらもう毎日釣り行く、釣りするか野球するかっていう、もう少年時代を過ごしてましたね。まあ、あと今の趣味、大人になってからの趣味でいうとゴルフですね。ゴルフがすごい楽しくてですね、うまくいかないんですよね、うまくいかないからこそ、もう悔しくて僕はもうハマってしまっているという感じですね。一応ベストスコアとしては77というスコアが出てるんですけど、普段は平気で100を叩きますよ。お酒は僕は好きなので、もうほぼほぼ毎日って言っていいほど飲んでますね。現在の職業はスポーツメンタルコーチという仕事と、あともう一つ、企業チームの監督業をやってるんですけど、その企業は、ゴリラクリニックベースボールというチームの監督をやらせていただいてます。ということで、今回は僕の自己紹介をお話しさせていただきました。これからアスリートが抱える悩みや、何か、能力技術が向上するようなきっかけになるような、動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。質問や動画にしてほしい内容がもしあったら、コメント欄にコメントください。
概要欄からオフィシャルウェブサイトも覗いてみてください。ツイッターもやってるので、ぜひ、フォローの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ニコ。